久保さん、確かになんかこんなキャンバーのやつすごいのありますよね。あれタイヤがここしか減らない感じですよね、多分ね。<laughs> まあ全体使えてない感じで。だ逆にビップですよね。タイヤのこんだけあるのにここしか使わないみたいな <laughs>。まあ人それぞれやっぱね、あの、全然違うんで、やっぱ、あの、あれじゃないですか。大事なのは、 うん自分がいいなと思った自分がこうなりたいなと思ったものをやればいいんじゃないですかね僕はまあねあ,のあそんな生活いいなと思って、まあ、その生活になるために、まあ、いろいろやってきましたけどでもそこででもやっぱこれってやっぱダメなんじゃないかなとか自分には無理なんじゃないかなとかやっぱ就職しないといけないのかなとかなんかその 他の概念というかね、自分はこうしたいと思ってるんだけど、周りがこうだからとか、うん、世の中にはないからとか、常識じゃないからとか、なんかそういうので判断すると、自分が本当にこう欲しいものだったりとか、自分がこうしたいっていうことは手に入らないんじゃないかなと。結局その、周りの目に合わせる人生ですよね。周りの常識に合わせる人生になっちゃうので、まあ、どっちが正しいのか分かんないですけど、まあ、人生は一度きりですから、 その一度の中で自分がそう、どう、自分が思ったことを自己実現どれだけできたのかっていうのが、まあ自分の人生なんじゃないかなと思うんですよ。だって自分がそう思ったんでしょ <laughs> 自分がそう思った、自分がそう感じた、それを実現できたのか、表現できたのか、その回数が自分の人生の濃さなんじゃないかなと思いますけどね。いってらっしゃい。